平和列車、通称 DMZ トレーンは、韓国鉄道公社が運行する観光列車である。DMZ とは、非武装地帯を意味する d m i l i t a r ゾ z ン o n e の略称で、列車の行き先が、軍事境界線近傍であることにちなんだものである。工術の事情により、2019年から全列車が、運休となっている。車両は、無軍派防用の韓国鉄道9501系。 機動車を改造したもので、2013年に車両の改造、改装が始まった。当初、同年の10月頃に運行を開始する予定だったが、車両を改造する業者の選定に難航し、さらに相次いで鉄道老協がストライキを起こしたため、運行スケジュールが延期され、2014年5月4日から3両編成で運行を開始した。料金帯は、 狭うるほ特質料金が適用される。北側の先頭車には、鉄馬は走り台に象徴される蒸気機関車を、中間車と南側の先頭車には、平和を象徴する赤と青の服を着た東西の老若男女が手を取り合った姿がデザインされている。停車駅は2017年7月1日時点の情報である。立山駅ソウル駅3駅雲泉駅林、津駅、 宮古羅山駅、ソウル駅、清涼里駅、マイナス義牲府駅、東津川駅、商用山駅、佐々波川駅、マイナス新丹里駅、白馬高知駅に、3日券を、発券し、自由席は2日券は5万ウォン、3日券は7万ウォンだが、座席指定券は2日、券7万ウォン、3日券は10万ウォンである。ナドゥリパスを購入すると、この列車だけでなく、一般列車のセマウル号は、もちろん、 無群ファ号の特質も座席を指定して乗車できる。ただし、これらの指定席が満席の場合は立ち席で指定席車を利用するか自由席の利用となる。この列車は他の観光列車のパスとは異なり、当日に限り利用が可能である。軽減線 DMZ パスは大人の場合1万6000ウォンであり、軽減線 DMZ パスは2万3000ウォンである。 ナドゥリパスとは異なり、63ビル、ソウルシティツアーバス、N ソウルタワー、グランドアンバサダーなど、連携のメリットがある。料金は、ソウルトラ3館が8900ウォン、ソウル白馬高知館が12400ウォン。ただし、宮古ラザン駅、白馬高知駅で、発売時には、民党線立ち入り手続きを踏むため、身分証明書もしくは外国人の場合パスポートを、 提示しなければならない。5月から宮古ラザン駅行きの DMZ トレーン運行再開へ2014年2月18日 DMZ トレーン運行調整のお知らせ。ありがとうございます。